天一美術館は、群馬県水上町谷川に所在する、私立美術館である、銀座天一の創業者である、矢吹勲の個人コレクションが収蔵、展示されている。銀座天一創業者の矢吹勲は、一代で、天一を高級料理店にのし上げた欠物である。同店は、青函さんの交換や、芸術家、作家など文化人のサロンと化していき、矢吹は、 多くの地遇を得た。その中の一人に、吉田茂がいた。吉田戦後多くの会が、陶磁器が、海外に流出していくのを目の当たりにして、矢吹に、天一君日本美術の一品を守れと懸命したという。以降矢吹は、吉田の命に従い、人脈を生かしコレクションを収集していった。1995年5月に、矢吹が没すると、同年財団法人。 天一美術文化財団が設立され、矢吹のコレクションを管理していくことになり、1997年10月に本美術館が開館した。なお美術館所在地である水上町谷川は、矢吹が四季の求めに応じて、戦前から山荘を所有し、戦中に家族を疎開させていた縁の地である。1997年4月に没した建築家、吉村純三の遺作である。 この地区は自然公園法第2種特別地域であり高さ、色などの規制が厳しいため様々な工夫が凝らされている。エントランスを見ると平屋建ての面向きであるが実際には2階建てとなっている。メイン作品である霊子像が配置された展示室では内装色や照明色まで配慮したという。展示品の配置は車椅子の視線を想定している。ありがとうございます。